路上のテレビ第7回目となりました。私はとある落語家さんのご自宅に寄せてもらっております。それでは始めたいと思います。今日のゲストは、全盲の落語家さんで、一般社団法人お気楽島の理事長の桂福天さんです。福田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、冒頭聞きたいんですけど、はい、もう全部仕事キャンセルされてるんじゃないですか。はい、もう全部取ってきましたよもうあれもこれもそれもこれも夏までないが、講演会も落語会もなし、何にもない、もう何にも、桜を見る会もなければ、桜を見る会もう、そんなもうどっこいわへんね。収入ゼロ。ゼロ。あら、えらいこっちゃ。ほんまに。保証なし。フリーランス。フリーランス。フリーランス。100万円くれ。ほんまや。ほんまに。あの、申請せなきゃいけない。そう、あれね、申請手続きややこしそうですな。ちょっと、ね、あの、目がね。いや、見えてへんからね。はい。目、白く枕けて頭ピカピカやね。あのね、そのね、申請手続き読めませんやん。ほんまやん。で、まあ、パソコンで見たらええとか言うけど、あんなもんなかなか障害者理解できませんよ。そうですね。あれでもフリーランス100万円って言うたかって、そんなんできる人とできん人といてると思いますね。ほんで、あの、いや、実はその展示の証明書、あの、申請書もないし、ないない。もちろんないでしょうし、あの、画面も見えませんもんね。まあ、読み上げソフトあるんですよ。ああ、そうか。けれどもね、はい、障害によってはやっぱり理解が難しい。ね、あ、はいはいはい、で完全に誰もが IT 機器を使いこなせてる会社そうはないんですよ。だからそういう意味ではまだまだ健常者目線で、これでまあね、だから、うん、あの早欲しいのになかなか100万欲しいんですよ。ほんまですね。いや、僕も100万欲しいんですけど、そんな中でね、この状況なんとかしてほしいということで、はい、私を検査に連れてってという動画をね、そうなんです、作られて。はい、それはなぜそういうふうに考えてみたら、私どうやって病院行ったらええんかいなっていうのは、ほんまそっからなんですわ、はい、私らね、やっぱり手引きしてもらうんだなんですよ。だからガイドヘルパーさんなんですね。で、普段ならガイドヘルパーさんに伴ってこう買い物行ったり、はい、うん、はい、まあいろいろするんですよ。病院通院とかね、はい、するんですけど、ガイドヘルパーさんつこたらガイドヘルパーさんにも感染するのちゃうか思いますよ。いや、そりゃそうなりますわね、このコロナで、はい、うん、かつそのガイドヘルパーさんご自身もやっぱり減ってるんですわ。あ、そうですか。あの、このコロナで。そうそう、もともとね、ガイドヘルパーの人数少ない言うてたのに、はい、加えてコロナでもものすごく足らない。あ、そうですか、はあ、ヘルパーさんもやっぱり生活大変やから。そりゃそうですよ、はあ、自分の見守らならんからね、はあ、と言うて、そのもしですよ、あ、すいません、僕コロナっぽいんですけどガイドお願いしますか、わっかりました言うと、なかなかいないですよ。いや、そりゃそうですね、はい、そんな防護服着てね現れるわけにもいきませんしね。で、防護服があればまだいい。あ、そうです、ね、はい、防護服っていうのが別に支給されてないわけですよ。いや、マスクすらないのに。マスクなんかね、2枚ですよ。そうそう、2枚。3人家族だったら血見るわけですよ。そうそう、それ布ですからね。布です、布。虫入ってますからね、おまけついたんで、虫ね、はい、あれ、国民を無視しないように意識ですか。もうなんか虫に近いね、このやり方は。やばいよ、はい、これはね、はい、そういう専門のヘルパーさんいてほしいわけですわ、はい、そうですよ。ところがこの大阪市に保健所は一つしかない。私電話しまして、びっくりするわ、はい、ほんまに、はい、どうなってるんですかって最初言われたら、はい、別に特別にないですよ言われたんですよ。と思って、ちょっと待って特別にちょっとどういうことを言ったら急に、あの、そういう時は、あの、病院とか各そのね、はい、隔離しなければいけない場所とかと連絡を取り寄せて適切なことはさせていただきますって後から言い張ったんですけど、はい、それと適切なことどうしてるのかわからない。で、よそもかけたんですよ。はい、よそっていうのは別のところの保健所、言いません、どことは、はい、どこで、はい、関西ですけどね、関西、はい、目のある人はどうやって病院行ってるんですかって言われたんですって。私の友人もやっぱり同じこと言われたりしてました。あ、そうですか。あの、もともと28だった保険証を一つにしたのがまず ね、大きな大阪市の場合、はいはい、問題 で、 そうです、ね、他に保険証頼られへんから他のとこかけても、そう、もうそこも頼られへんかったと。そういうことです。あ、だから私の場合はその、どこにかけたかというと、実は
はい、あの近畿のあるところと言うときます。近畿のあるところ、はい、ここやったらどこなんやろうと思って聞いたらそれやった。パニックになってはるんちゃいますの、保健所そのものが。いっぱい電話されてきてなってますね。だからね、はい、やっぱりパニックもそやけれども、僕はパニックって言うてる場合じゃないと思うんですよ、はいはい、そんなんね、おかしいんですよ、やっぱりね、うん、国自体がまず、はい、いろんな人が日本に住んでるってことをイメージしてないんですよ、はいはい、結局障害のある方は置いといて、うん、とりあえず、まあ、一般の方から見たりしか感じないじゃないですか、はい、本当は一番大変な状態にいる人をスムーズに守れれば、はい、障害のない人は守れるんですよ、うん、逆の発想だと思うんですよ。あ、うん、なんかが違う、はい、でだからなんかドキマキしはるわけよね、こういう人もいたりで、全然そのシステムをイメージして作ってないから、はいはい、うん、えらいことになっとるわけですよ。軽症やった場合は自宅とかホテルですよね。これ問題ですよね、ホテルに隔離というのは。ホテルはいろんなホテルありますからね。はい、これはもうああいうホテルからこういうホテルまで、ああいうホテルでこういうホテルもあるわけですよ。そんなみんな、ね、いやいや、あれはな、内装がもう様々でしょ。内装が、ほら、はい、こういうもう鏡貼ったらどこあるし、いやありますでしょ。ありますあります。もうピンからキリまであります。どんなホテルかわからないですよ。どんなホテルかわかりません。見えてる人やったらもう入ったら一目散で部屋の様子わかります、はい、一目散じゃ、はい、一目散で、まあ、一目でわかりますわな。一目でわかりますわね。だから部屋が二つあるかなとか、そうそうそう、トイレどこかなってわかりますよね。ベッドの位置から机の位置から、はいはい、僕らわからないんですよ、はい、やっぱりそれはこう入った時にここに何々こうありますありますということを教えて触られて、はい、教えてもらって初めてわかる、はい、でそこで暮らしが始まるわけですね、はい、で食事なんかもね、あなんか聞いたところによると取りに行くそうですね。 あるところへ、はいはい、それを一人では行けませんからね。そうですよね。で持って上がってこないかんたら大変でしょう、はい、そういうフォローはあるんかいうことですね、はい。なるのは例えば視覚障害者まだ口があったり、はい、耳で聞いたりとして反応ができるんですけども、はい、本当に発達障害とか、はい、知的発達障害とか持っておられる方の場合は、はい、自分の意思も伝えにくいし理解もしにくいでしょ、はい、こういう時はこうしましょうという情報も全くそういう人たちにも分かるような情報流し方もしてない、はいはい、ですから、はい、家庭の中でも不安がいっぱいなんですよ、うんうん、でさっきの隔離のものの話をすると隔離をした場合、例えば暴れてしまうということが起こるとしますね。はいはい、あと怖いから、はい、あ怖いからね。そしたら、はい、起こるのは拘束ですやん。あ、はい、もう結束バンドでしまってまい、そういうことですよ、はい、そこに人権はないで、はい、うん、医療のためやから、暴れたらいかんから今人権で拘束しますで、うん、済むんや向こうはね、うんうん、そやけどそうじゃないと、やっぱり不安なことをちゃんとケアして、うん、このお部屋で待ってくださいねとか、はいはい、あるいはそういう福祉施設事業所で働いている職員が付き添えるような、うん、安心で付き添えるような防護服のセットとか、はい、設定とか、うん、そういうことしてくれないと本当に拘束したら、ね、あるいは閉鎖した部屋に入れれば、はい、っていうような発想がまた起きてしまうと思うんです、はいはい。これ全体的に、まあ、今お話聞いてて感じるのは、ええ、普段からこういうことがあった場合どうするかというのを考える余裕がないとあかんのちゃいます。そうやこれが来たらもう慌てふためくでしょ。これはもうそれは思いますね。だってこれコロナが終わってもね、うん、また別の来るかもしれませんや。そうです。でそれで言うと、はい、新型インフルエンザっていうのが昔あったじゃないですか。ありました。あの時に何でもっと対策イメージを作らんかったかですわ。サーズとかマーズもあったんですよ。そうですそうです、はいはい、そういうことを全然してない。いや逆に28あった保険証を一つにまとめて、ね、ほんで公衆衛生研とか科学研究所を一つにまとめ て二重行政やから二つもいらんって。いやこれはねどこ、はい、だからどこに金かけるかっていうことを間違ってると僕は思う、うん、いや思いますよ。
もう個人的には万博やめてもええからそっちかけろと思いますよ。できたらあのカジノはもうやめる、はい、それから万博もやめる、はい、ね。やっぱりお金ちょっと浮くから浮くから、はい、で新しいカジノに行く、あ行かない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 、はい、絶対あったら行かない、はい、あの、うん、なんていうかね、例えば戦闘機っていうもんがありますじゃないですか、はいはい、韓国なんかは確か戦闘機とかそういう軍事費を減るって今回そうです、今回それにお金をね、はい、コロナの方に回しました。これをしたらいいね、そうですと僕思うんですけどね、はい、うん、例えば防護服でもですよ、はい、ガイドヘルパーさんのステーションに何個かずつ、はい、渡すと、はい、で何か非常時があったらそれを使って検査連れてってあげてくださいというふうにすればいけるかもしれない、はい、まあ、そうするにあったら区役所に1個ずつ置いとくとかね、そうですね、そうです、近いところにね、はい、で区役所にヘルパーステーションから電話があったら、はい、あ、じゃ あ, あの こちらから行きます、あるいはお貸ししますという感じでできるかもしれない、それするお金にしてもだいぶね、かなりそうですいけますよ、いけます、はい、これとこういう事業所の障害者の事業所っていうのはまあはっきり言うて危険だらけなんですよ、濃厚接触ですわ、はい、はい、そうですね、利用者様どうしてもコミュニケーションが必要です、はい、こういう場所に危険手当が欲しいですね。そうなんですよね、重曹市民病院コロナ専門だったけど看護師さんに危険手当も出てないんですよ、そらいかんですわ、マスクもない言うてますわ、もうあかんってそれは、もう根本からちょっと間違ってますよ、もう本当にそういうところで安心して働けるっていう環境をね作ってあげないと、はい、それは職員の方は辛いわね、はい、スタッフ来なくなるわね、はい、もう悪循環ですよ、でそうですよ、3つ壁、1つは回避の壁、はい、回避、ね、それから理解の壁、理解か、はい、実行の壁、回避いうのはあの余計、まあ、避けられるってことですか、障害がある上に避けれないことがあるんです、例えば、はい、電車乗っていて、はい、こうちょっと人がいっぱいいてるなってとかで避けようと思っても行ってしまうことは見えてなかった、ああそうですね、手すりが汚れて触らないでこうやって触ってしまう、はい、こうやって回避できない、よくあるのはホームから落ちられるっていうのはあるでしょ、そうです、そういうことです、落ちない落語ですね、落ちない落ちない話ってあるけど、落ちない話ありますが、はいはい、落ちますよね、落ちます、はい、つまりそういうことなんですよ、うん、うん、もう健常者障害のない人だったら避けれるところは避けれない、はいはい、一つは回避の壁、これはもう視覚障害者以外にも同じですよ、はいはい、次理解の壁、理解、これは障害によってはそのコロナの危険性を十分理解できない、そりゃそうでしょうね、はい、深く理解してあるいはあの安心するためにという理解ができない、うん、マスクつけても外しますよね、そうなん、理解できへんね、そう、はい、で実行の壁ですわ、実行、これが今言うたあのマスクとかにつながるんですけども、はいはい、実際にこうしなければいけないっていうことができない、ああそうか、例えばマスクをつけなきゃとかできない、うん、どうしても嫌になったり手洗いがうまく、はい、やっぱり身体に障害あってもできないし、はい、なかなか難しい、体温を測るのもね難しい、はい、実行の壁、はい、ですね、この3つがあると、これこのまままだ続くと思うんですよ、続きます続きます続きます、はい、続く、でも答えはもう1つしかないと思うんです、はい、もう下世話な話ですけど、はい、やっぱり福祉施設とか、はい、医療現場に優先的な危険手当をまずしっかり出すこと、それは必要でしょうね、それと、区役所とかね、はい、そういうところに、ヘルパーさん専門的な知識を持って防護服を着れて、はい、行ける方を配置することですね、はい、これまず一番大事だと思いますわ、うん、で家庭、各家庭でもね、やっぱりその親がどうしても見ないかん障害者の、はい、家がありますから、そういうところにやっぱり手当が必要です、今の老少介護言いましてね、80代の親が50代の障害者を見てるとか、そんなんあるでしょ、あります、はい、大変なことなんですよ、はい、うん、これが絶対いると思います、はい、で検査体制変えてほしいですね、検査体制、今もちろんもう今検査できないというのはあるんですけど、うん、その特に障害持ってる方はいけない、いけませんしね、いけません、来てほしいんですよ、はい、そうですね、こっちで来て、うん、来てもらって車でね、ガーッと来ていただいて、そこで検査、車の中で検査をして、はいはい、でもしこれはあの搬送しておったらその車で搬送する、うん、あ、はい、そういうようなものを充実してほしいですね、
海外の企業っていうのは、はい、やっぱり儲かったら儲かったのことを、はい、こう国民に還元しようという意思があるんですよ、はい、やっぱりそういう慈善活動にも、うん、多い、はい、多いやビル・ゲイツさんがバーッと寄付しますよね。ですよね、はい、日本の企業もっとしてほしい。しぶちんやね。しぶちん内部留保ばっかり食べない。内部留保は食べない。せやから、一定年収こんだけの企業は、確実にこういう非常事態のために、はい、戦争ちゃいますよ。非常事態、はい、戦争ちゃいますよ、はい。こういった医療やね、はい、関する非常事態のためには、国にこれだけ毎年納めないかんというような決まりを作ってほしい。なるほど。はい。まあ、ほんとね。結構なんとか諸島とかケイマンとか持って行って税金ケチったんですよ、大金持ちさんは。それなんでかな、はい、はい、もうちょっとね、そうで、みんなのためにね、みんなのためにそこでくれと、あるいは僕のために、あ、僕のためにお金を送ってくれたら、はい、内部留保します。内部留保しますか。ちょっと後で、はい、口座番号を示すぎなる口座番号、髪型落語家、はい、ありがとうございました。さて、路上のテレビ緊急破れかぶれ放送第7回目いかがだったでしょうか。最近よく上級国民という言葉を聞きます。女性を準レイプしても捕まらない安倍首相のお友達の某ジャーナリストや、暴走運転で2人の親子を引き殺した元高級官僚が逮捕されなかったりとかね、ネット上ではこの言葉が乱れ飛んでいましたが、私たち一般国民がこの上級国民に対してちょっとおかしいのちゃうと感じるようなこと、これはもしかしたら障害を持っている人たちは常にこのような理不尽な気持ちを、持ってはるのではないかなと。簡単にホテルに隔離せよと言われても、その設備や介護する人がいなければ無理なんですよね。福天さんのお話からそんな当たり前のことを気づかされました。路上のラジオ、路上のテレビではこれからも差別を許さず、格差の広がりに反対して、そして何よりも戦争反対、これで発信を続けたいと思います。安倍政権にも原発にも維新の会にもおかしいことはおかしいと言い続けてまいりますので、スポンサーはつきません。皆様からの募金で細々とやっていきますので、どうかご支援をよろしくお願いいたします。では次回もまたご覧くださいね。